はい、こんにちは。はじめましての方は、はじめまして、ケイシロウです。今日もアイスクリーム食べていきたいと思います。今日ご紹介するのはこちらです。漢方とか出してる、クラシエさんから、梅シャーベットです。はい、一家ホームページから、和フルーツの美味しさ堪能、旨味豊かな梅の風味と滑らかな食感のカップタイプのシャーベットです。和歌山県産南高梅に限定した、梅果汁を使用しました。リンゴソースと、梅果肉でダブルの美味しさ、はい、梅シャーベットに絡ませながら食べると旨味の中にも爽やかなフルーツ感が味わえます。柔らかなさじ通りと滑らかな食感も楽しめます。ということで、こちら、はい、シャーベットなんで種類別評価ですね。はい、すごいね、暑い時期はね、すごい梅とかすごい美味しいと思うので楽しみです。いただきます。はい、中身こんな感じです。お、なんかね、シャーベットと真ん中がなんかソースが入ってるみたいです。すごいいい香りです。結構ね、梅というより、リンゴの香りの方が先に来る感じです。いただきます。お、意外と柔らかい。サラって感じかな。うん。あ、めっちゃ美味しい。めっちゃ梅、味わい的にはすごい、すごい梅です。爽やかですね、やっぱ。この真ん中がリンゴソースかな？この黄色っぽいところの。あ、そうみたい。この真ん中の黄色っぽいソースがリンゴソース。で、周りが梅のシャーベット。っていうことで、これを、混ぜながら食べたら美味しいよっていうのをホームページに書いてあるんだな。おー、バランスよし、バランスよし。なんかこう梅だけじゃないんで、爽や、すごい梅の爽やか感わーってくんねんけど、リンゴのふわってした甘さでめっちゃバランスいいですよ。美味しい。多分ね、子供さんも好きやと思うけど、どっちかっていうと、なんか、あっさりしたもん好きな大人の方に、いいデザートやと思います。うん。で、でもね、一般的にパッと思いつくような、シャーベットよりも、どっちかっていうと、こう、アイスに近そうなシャーベット。氷の粒めっちゃ細かいんで、口の中、サラって感じですね。すごい食感も、めっちゃいいです。これ暑い時期にはめちゃめちゃ爽やかな気分になれると思うんで、ぜひ皆さんもお試しあれ。はい、今日ご紹介したのが、クラシエさんの梅シャーベットでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。